1986年に自伝的小説、兵の中の懲りない面々が大ヒットし、人気作家としてタレントとしても活躍した安倍浄二さん。人生の多くをヤクザの一員として過ごしていたのは有名ですが、実は意外にも恵まれた家庭環境と学歴の持ち主でもあったことはあまり知られていません。 彼は残念ながら2019年にこの世を去りましたが、晩年は闘病しながらの生活を送っていたようです。今回は安倍浄二さんの経歴と晩年の様子などについて詳しく紹介します。安倍浄二さんは1937年5月17日東京都に生まれました。本名は 安倍直也さんで、4人兄弟の末っ子です。父親は日本優先勤務ということで、経済的に豊かな家庭で育ちました。幼い頃には、父の転勤の関係で、ロンドンやローマなど海外暮らしの経験もあります。ローマに住んでいた頃は、近所に動物園があり、たびたび足を運んでいたと言います。 ロンドン在住中には、ナチスの攻撃に備えて、暴毒マスクが配られたこともあったらしく、かなり危険な環境にいた時期があったそうです。間一髪、日本に戻ってこられた安倍さんは、母方の実家がある品川区に移りました。間もなく戦争が始まると疎開があり、一時、熱海の祖母のもとに身を寄せていたようです。 阿部さんは幼少期の海外暮らしのおかげで英語やイタリア語に精通しており、フランス語も少しなら話せました。後に日本航空の客室乗務員として勤めることになりますが、この頃に培った語学力が役に立ったようです。小学生時代の阿部さんは振動の異名で、 学校内でも一目置かれる存在でした。それは低学年にして、すでにシェイクスピアや夏目漱石の著書、世界の歴史書として非常に高い評価を得ているプルターク英雄伝などの愛読者であり、当時在籍していた麻布小学校においては、開校以来の異業だと絶賛されていたのです。 小学校を卒業した安部さんは、厳しい入試を突破し、進学校として有名な麻布中学校に進みます。ちなみに、同校のクラスメートには、後に首相となる橋本龍太郎さんがいて、お二人は受験番号が一つ違いということで、座席が近く、あっという間に親しい仲になったといいます。 中学時代の安倍さんは、ここでも異業を成し遂げます。江戸川乱歩さんが編集長の小説雑誌が創刊号を出版したのですが、そこに投稿した作品がまさかの入選。安倍さんが提出した作品は、ワルチというタイトルで、性描写を含んだ過激な内容だったようです。 入選は確かに果たしたのですが、江戸川乱歩さんは、まさか当時中学2年生の男子が書いた内容だとは思いもしなかったらしく、雑誌に掲載されることはありませんでした。希少な作家デビューの機会を逃してしまったのです。そして、この頃にはすでにヤクザと関係があり、某事務所に出入りをしていたようで、 阿部さんはここから30年にわたり、学業の傍ら、反射の世界に身を置くことになります。しかし、大成することはなく、最終的には自身の逮捕をきっかけに、反射の世界から身を引いたのでした。彼は自らこの過去をこう振り返っています。俺は祖父母のいる家庭で育った人間だから、 徹底的にマナーを叩き込まれた。だから、それらがいざという時の抑止力になって、心からの悪にはなれなかったんだろうな。44歳で仇になった安倍さんですが、しばらくは生計を立てるために宿泊したと言い,います。完全なる無職からのスタートとあって、お金を稼ぐのは並大抵のことではありません。 そこで最初に始めたのが、競馬の予想屋です。2年ほど続きましたが、勝率はとても高く、あえて100名に絞ってお客さんを集め、電話でやり取りをしました。月の稼ぎは約200万円。反射時代に比べれば、ささやかな稼ぎですが、小型のマイカーを持てるほどの暮らしだったので、 思った以上に幸せを感じられたそうです。他にもトラックで仏壇を運んだり、時には野菜を運んだりと、思いつく仕事は何にでもチャレンジしました。そんなある日、講談社から安倍さんに小説を書いてみませんかという声がかかります。実は安倍さん、暇を見つけては、 マイナー雑誌にコラムを寄稿していたのです。たまたまその活動が作家山本夏彦さんの目に留まり、なかなか個性的なネタを書いてる男がいると出版社でも話題になったのです。安倍常二さん、まさかの第二の人生は小説家デビューという思いがけないターニングポイントを迎えたのでした。 こうして誕生したのが、後にベストセラー小説となる、塀の中の懲りない面々です。塀の中の懲りない面々は、安倍さんが経験した刑務所暮らしを題材にしており、服役中に出会った個性的な人物を赤裸々に描いています。1987年8月には、 富士達也さん主演で実写映画化もされており、大きな社会現象を巻き起こしました。安倍常二さんは日経ビジネスの取材に対し、定年後の第二の人生に悩む人々に向けて、自身の暮らしぶりを振り返りながら、こんなことを伝えています。彼の父親は日本郵船で、 40年近くにわたって勤務していたそうで、兄もサラリーマン生活を長く続けており、そんな家族を日本の仇は偉大だ、尊敬していると絶賛しています。また、それだけ素晴らしい生き方をしてきたのだから、定年後は思い描く人生を送ればいいと断言しており、あなたたちは労働のエキスパートなのだから、 自信を持ってほしいとコメントしています。一方、あなたたちがこれまで所属していたのは会社という組織で、資本力のおかげでクリアできた面は大きかったんじゃないかな。改めて一人立ちして同じようなパフォーマンスができるのかというと話は別だよねとも話しており。楽に走る理由で第二の人生を選ばず、 自分に向いている仕事を時間をかけてでも見つけてほしいと締めくくりました。安倍浄二さんは2019年9月2日、82歳でこの世を去りました。死因は急性肺炎とのことですが、2015年に大腸癌の摘出手術を受けて以降、自宅を拠点に仕事をしていたと言い,います。 公式サイトに文章を載せたり、友人宛にコラムを書いたりして、静かな晩年を送っていたようです。そんな中、2018年末に、癌が肺へ転移しているのが判明。具体的な治療プランを考えている矢先、歩行中に転んでしまい、大腿骨と手首を骨折するという不運に見舞われてしまいます。 体力はますます低下してしまい、入院中にも肺炎を患うなど、容体は悪くなる一方でした。亡くなる5ヶ月ほど前には、在宅での治療を中心に、リハビリを繰り返す形になり、制限のある暮らしではありましたが、得意のおしゃべりが衰えることはなかったそうです。しかし、 何度も肺炎を起こす状況は変わらず、徐々に体力が落ちていきます。亡くなる数日前には呼吸困難に陥り、最後は奥様に見取られながら息を引き取ったそうです。奥様はいつその日が来てもおかしくないとは思っていたが、突然の別れになってしまい残念ですとコメントしています。 安倍さんとおよそ30年にわたって連れ添った奥様は、夫は確かに感情的な面はありますが、根は真面目で正直で、なんだか許せてしまう可愛らしさのある人でした、と振り返りました。最後までご視聴いただきありがとうございました。